ガーディアン、聞こえるか？はい、でも、トラベラーが…だからここに来た、奴を止めるために。イコラと私は、もうすぐケイドのいる合流地点に到着する。ベックスのテレポーターでトラベラーまで飛ぶ。生きてたどり着ければだけど。援護します。おい、ガーディアン、参加してくれるとはありがたい。ネットリー城はエネルギーバリアを使って私たちを追い込もうとしてる。グリッドにハッキングすれば短時間だが遮断できるはず。ちょっと待ってくれ。地点だ。ケイド、テレポーターの準備は？来て！ドロン！ああ、もう少しだ。やっぱりな、ケイドじゃなくて私がやるべきだった。聞こえたぞ、艦長。先へ進めません。またあのバリアです。よし、任せろ。
流地点に着いた。だが軽度のテレポーターはまだだ。撃つか準備するかのどっちかにさせてくれ。片腕を撃ち落とされたのが見えないのか。ケイド、テレポーターを早く。もうこれ以上は無理かもしれない。奴らに囲まれた。ガーディアン、手を貸してくれ。トラベラー、ガウルはトラベラーの光を取り出す方法を見つけた。そうとしか思えません。ガーディアン、奴を阻止しなければ。光を手に入れられてしまったら、そうなったらおしまいです。私とファイアチームを組めて誇りに思う。死んでもせめてトラベラーの陰で死ねる。いい死に場所だ。死にそうになってるのにまだスピーチ口調か。無理だ。行ってくれ。トラベラーを救え。ガウルの指令船に乗ったな。トラベラーへの接近はそれが精一杯だ。勇敢であれ。我々のため。指令船に乗ったな。トラベラーへの接近はそれが精一杯だ。勇敢であれ。我々のため。
の司令船に乗ったな。トラベラーへの接近はそれが精一杯だ。勇敢であれ、我々のために。すぐです。世界の壊滅者、神を殺し光を征服せし者、我が名はガウル。我は伝説となった。
だった。後悔してももう遅い。お前の死した神を見よ。二度も人類を救ってはくれぬぞ。我が名はガウル。全て我のものだ。
価値など、お前は知るまい。
光はあらゆる場所、物の中に生きている。光の遮断や捕獲を試みても、その輝きを封じ切ることはできない。
協力してくれるか、タイタン。共に戦えばできないことは何一つない。俺も着くぞ。数多い仮想怪しい地。